このチャンネルではバンライフで日本一周をしながら日本のうまいを世界へ発信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ピーカルチャンネル。島国日本の中で8つある海なし県の一つ長野県、豊かな山々に囲まれた内陸の地で出会った絶品グルメをまとめてご紹介。未公開のお店もあるのでぜひ最後までご覧ください。スタートはもちろんラーメン。長野県で食べたラーメンはどれもレベルが高く、正直甲乙つけがたかったので今回は完全にランダムで2店舗をご紹介。まずは茅野市にあるハルピン味噌ラーメン雷蔵。味噌大国長野が誇る信州味噌を使った一杯がいただけるお店です。これがポイントらしいんだよね。こういうことでしょ。わあ、いろんなところに動くな。こうやってやったら要は味変なわけでしょ。あ、全体になじませないと。でもすごいわ。まるで別物になる。マジで。入れた方がやっぱうまいな。ちょっとでも全然変わるよね。変わる変わる、おいしい。うん、でもまたおいしいんだよね。うん、あ、この味噌うまいって味噌久しぶりに食った気がするな。この最後それ食べ終わってからさ、スープすすってみ、ダイレクトにね、味噌のうまみがね、最後まで楽しめる。飽きないよね、だから、飽きが来ないこってりラーメンです。続いては佐久市にある富士トンボ。こちらでは日本一周の中でも記憶に残る味の革命的一杯に出会いました。これエビペースト、情報がめちゃくちゃうまいって感じだよ。ちょっと見せて。美味しいよね。皮とか味噌まで全部しっかり入ってるからさ、丸ごとデコテにエビに仕上げたものじゃなくてさ、めちゃくちゃ生で、めっちゃ生だからもっとこう濃すぎない。邪魔しなそうラーメンよ。楽しみだね。ありがとうございます。あ、それ私のですよ。あまり醤油、すごいよ。そう、たまげめちゃくちゃ麺に絡むね。うまいわね。これエビペーストうまいぞ。そっと落としたらいい。あ、ここに入れてちょっとずつ あれしていくわ。どれぐらい変わるのか。わ、この部分めっちゃ美味しそう。うまいよ。エビのコクすんごいよ。スープに入って芯が取れた感じだよね。エビがイチイチしてるもん。日本一周の中でトップ3で今カウントしてる。うん、これはすごいラーメンです。革命です。ピーコは続いてやってきたのは上田市にある焼き鳥のお店つづら屋。上田市のご当地グルメ追いだり焼き鳥はこちらのお店が発祥。それはもう絶品でした。あ、すごいよ、見て。ネットで見た情報よりさ、大体今の時代って値段上がってるじゃん、うん、お値段そのままだわ。しかも税込みですって。
ちゃくちゃうまそうだ。タンからいくかな、一番染みてそうな。タレ超うまい。タレが超うまい。無限食える。うま。うますぎあんてんの。これもさることだから、やっぱタレってこれ卑怯だね。タレうまいよね。塩派じゃん我々は、うんうんうん、どっちかっていうとさ、うん、このタレにつけられたらね、もうね、かなわんな。寝返った、今私タレ派に寝返った。お次は人気観光地でもある戸隠から絶品のそばと天ぷらがいただける名店をご紹介。戸隠神社の目の前にあるこちらのうずら屋は、平日でも開店前からウェイティングシートがびっしりになる超人気店です。戸隠大根の辛みが特徴らしいんだよね。行きますわ、もう早速。季節あるけど、細いお蕎麦は戸隠が始まりって言われてて、そば粉の香りとか旨味とかっていうよりも食感かな、一番は。本当に舌触りがね、特徴的。うまいわこれは。でこれはもう早いもん勝ちだ。春菊だよね、これね。いただきます。超絶うまいよ天ぷら、マジでごま油で揚げるとこうなるんだ。舞茸でいかがですか。いいよ。どう。うま。うま。大根梅でいったら結構辛み。こんにちは、いらっしゃいませ。うまいよね。トロロゾーン入ってるね、これ。あそこあげます。トロロゾーン。トロロゾーンあげます。最高。イエーイ。そのそばは僕のそばランプのかなりちょろいだよ。めっちゃ美味しいよね。そば自体はもちろんザルそばの方がさ、ストライクにうまいってあるんだけど、そばを感じる。完成されたおそばの一品として、そんなおろしは本当ないよ。めっちゃ贅沢。次回もしあったら宮山が確定する。宮山大盛りだね。うん、これすごいよ。やばいやばい、マジで。三つ芋、三つ芋すごい。この天ぷら超、いや、わかんないよ。超うまい。超うまい。うん、マジで大根最高。ほんと。うん。味
ジで最高。いいアクセントですわ。蕎麦湯と蕎麦茶でずっといけるわ。あ、分かる、いけるね。これでもう飲みたいもん、ね、うん。ピコは最後にまだ動画にしていなかったご当地 B 級グルメをご紹介。長野県南部の伊那地方にはローメンなるグルメが存在するとのこと。というわけでその発祥のお店万里さんにやってきました。こちらがその噂のローメン。その正体はマトンやキャベツなどの具材と中華麺を醤油ベースのスープで煮込んだもの。初体験のグルメ、果たしてそのお味は。シルスタだね。こっからだと思う。あ、なるほどね、うん、私絶対お酢入れる。お酢とニンニク、うん、お酢もいくんですか。珍しいです。わー、ソースいい匂い。もう色が全然違う。はぁ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 、全然物足りないっす。もう、うん、すごく優しい。うん、持ってたん。正直ローメンはあまりハマっていない様子のコボさん。しかしそれを吹き飛ばすインパクトだったのがこちらのサホークのたたき。サホークとは顔と獅子が黒い羊の品種で、世界的にも人気な高級羊肉。これはもう絶品でした。うまちょっとだけ羊の香りが最後ふんわりって感じ。うまい、ちょっと食べてみ。柔らか、うん、これはうまい。なんでこのたたきってこんなうまいんだろうね。うまいな、うん、サホークのたたきめっちゃ美味しい。めっちゃうまい。完全にぼやっとするね。ドア。あのね、ローメン自体はね、僕は全然ハマんなかったね。味付けが失敗したのかな、僕のね、うん、と思う。まあちょっとローメンスペシャリストの方がいたらね、ぜひアドバイス教えてほしいね。でサフォークの羊のたたき、うん、超絶品。あれはめっちゃ美味しかったな。めっちゃうまかったわ。めっちゃ美味しい。ローメン自体はね、僕よりもフィーの方がハマってたね。なんか酢かけて、そう、お酢かけて食べるのが好きだから、なんか良かった。ぜひ長野にお越しの際は、ね、皆さんも自分なりのローメンの食べ方見せてください。ごちそうさまです。いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。僕たちのオンラインショップや SNS のフォローは概要欄から。マイウェイ向いてゴーマイ、ここでした。日本はうまい。